15番パー5です、こうやって左ドッグレッグの上りのパー5となってます、こっちフェアウェイでここがグリーンです。まあここもね短いんで、まあ余裕の2オンですね。まっすぐ行けば頑張ります。バンカー越え狙いで行きます。あ、出てきた。よかった、出てきました。2打目です。林から出てきました。ラッキーです。ピンがここです。上りの176ヤードです。フライヤー見越して8番で打っていきたいと思います。左つま先上がりだったんで、まあ、しょうがないかなと。2打目がグリーン左手前に行きました。でここからアプローチをしていきたいと思います。よし、マジか。ここに止まりました。16番パー4です。309ヤードの右ドッグレッグです。グリーンはこの木のあたりなんですけど、ドライバーがここまで来ました。グリーンのサブグリーンの左でピンはここですね。また超むずいですね、これ。超むずいですけど頑張ります。うわ、マジか、やば。あ、ちょっとでかかった。こんな行っちゃいました。厳しいですね、これは。パーです。17番です。右ドッグのパー4、短いんで、まあ運良ければワンオンいけちゃうと思います。こんな感じです。で、斜面の上に上方向にグリーンがあります。あそこからだとティーはあそこです。後ろからちょっと取れないんで、ここから取ります。いい感じのフェードで
見てました。グリーン行ってみましょう。見事ワンオンに成功しました。イーグルパットです。18番です。パー4。打ち上げの左ドッグです。394ヤードの打ち上げです。こんな感じですね。ここから左ドッグです。では、スプーンで行ってきます。うん。引っ掛けちゃいました。なんとですね、このバンカーに入ってしまいました。これかなりピンチですね。これ一番難しいじゃないですか、この距離のバンカーって。77ヤードの上りです。60度で これピンチですよね、結構。でもピンチはチャンスやと僕は思うんですよね。ピンチがあるからこそ人は成長できると思うんですよね。ピンチを乗り越えなきゃ人は成長できないと思うんですよ。30ヤードぐらい行きます。56度で パーパットこれですね。ここにつけることができたんで、まあ、なんとか入れられると思います。暑い、ほんとめちゃくちゃ暑いな今日。これ前半が終わって、5アンダーということで、まあまあ、まあまあですね、まあまあ、1番、パー5、516ヤード。右ドックのパー5です。めっちゃ綺麗ですね。ドライバーでここまで来ました。ちょうど、まあ、こんな感じでね、下ってきました。いいとこまで来ています。でピンがここにあります。163ヤードのややアゲンストなんで8番アイアンで行ってきます。ちょっと奥かな。
ピン筋行ったんですけど、ちょっとここですね、ここにつきました。イーグルチャンスです。